ただの宙返りでなく、ひねりのもう時代に入りつつありますので、ああいう技は貴重ですね。チェコはあのチャスラクスカを生んだ国なんですが、このところちょっと低迷に、はい、ね、今回も団体12位ですが、そうですね、まあ、日本もチェコに勝ったわけなんですけれども、まあ、この選手が一応エースで頑張ってますけれども、やはり6人揃うというのはなかなかどの国でも難しいようですね。そうですよね、はい、チェコからただ一人個人総合に進んできました。世界選手権の女子の初めての大会、1934年ブダペストで行われた大会で初代のチャンピオンがこのチェコスロバキアでした。ああ、着地も惜しかったですね。今のはなかなかあの難しい組み合わせなんですね。次はロンダートという両足からの2回宙返りで降りるんですけど、この選手は片足から2回宙返りで待ってますね。いやーという大きな掛け声がかかりまして、登録の選手はもう今回だいぶ人気ありますね。ありますね、はい、ベーベル・ウィルゴスです。まあ、従来ですと登録の選手というのはまあ団体3位ということで、ほとんどの個人総合残る選手が最終班に残れるぐらいの力はあるんですけど、今回この選手1人ですね。団体もあの5位に終わりました、はい、10数年ぶりであの世界選手権でメダルが取れませんでした団体、はい、もう総督はこの選手には期待はしているんでしょうね。そうでしょうね、はい、東ドイツからはこのビールゴスが上位のこの1位から20位のグループから1人残ってきます。前方宙返りの1回半からの前転です。それだけ伝統あるチェコやこういう東ドイツの選手が勝てなくなってきたっていうのは、やはりそれだけ周りの国のレベルがそれだけ上がってきてるんですね。東ドイツのベーベル・ビールゴス、なかなかあのひねりを多用しましたね。そうですね、まあ、ひねりというのはひねり切りが大事ですので、ちょっと1本目の3回ひねりでひねり不足っていうのはちょっと限定になるかもしれませんね。東ドイツから大勢の応援団が入ってきました。さあこれで2種目が終わりました。世界の体操の頂点、女王を争います。女子の個人総合2種目を終わったところで、ストラゲワが現在のところ2種目終わって、このストラゲワトップ、そして2位に同じくソビエトのボギンスカヤと、そしてルーマニアのシルバシュが同点で並んで2位、そして4位がこれまた2人いまして、中国のハンテキとルーマニアのボンタシュが並んで第4位、そして6位にアメリカのジョンソンと入っております。2種目を終わったところで上位の争いはストラゲワ、シルバシュ、ボギンスカヤ、最初に加納さんに予想していただいた名前の人が上位出てきましたよ。そうですね、まあ、でもまだ2種目、あと2種目ありますから、はい、まだまだ分かりませんよ。この表示は、先に行われた21位から36位、先に終わったその選手たちの得点を表示しています。ですからおそらくこの表示でいきますと、21番目のところがこのグループの、あ、そうでもないですね、ストラゲワが出てますね、 19.924、 そしてシュリバシと、そして並んで出てきますボギンスカヤが並んで現在第2位で 19.900、 そして3位ではなくて4位になりますね、4位が2人、ハンテキ中国と、そしてモンタシュルーマニア、そして6位にジョンソン、そのジョンソンと、そしてソビエトのもう一人のラシェノワが並んでいました。選手にとってはこの
相手のまあライバルのその差というのは分かるもんですか。そうですね、最近では電光掲示板ですとかそういうのも発達してきてますので、はい、すぐまあ見れば分かるということもありますけれども、まあこれだけ点数の差っていうのがまあ 0.1 じゃなくて 0.0 いくつの差で争われるようになってきたので、はい、もう選手本人としては自分がどれだけ完璧な演技ができるかと、うん、そういうことしかもう気に使ってないんじゃないんでしょうかね。そうですか。この女子の得点の場合には小数2桁までいきます。そうなんです、まあ、結果的には4位まで出るんですけれども、うん、4位はもう切り捨てということで、まあ、それもあの審判が、はい、あの1審から6審まで6人いますね、はい、で得点の算出の方法が 9.10 だったんですね昔は、はい、それが15とかそういう小数点第2位まで出していいと、1でも2でもないなっていう時は 9.15 という点数を審判が出していいということになりましたので、その結果上下をカットして中間の4つの点を平均した時にそういう小数点第2位を出している審判がいるときに出るわけなんです。割り切れなくなっちゃうんですね。はい、割り切れないですね、まあ、そうしますと従来あの以前に比べて同点が少なくなって争いとしては面白いですね、はい、まあ、それだけあとは高度な技術になって 0.1 引くにはちょっと引きすぎるんじゃないかという減点を 0.05 という減点をしようということで、うん、そういう採点方法が今年から取り入れられました。これが現在2位のボギンスカヤ、シリバスと並んで、このシリバスと並んで同点です。さあそのシリバスはこれから3種目目が段違い平行棒、そしてボギンスカヤ3種目目ゆか。シリバスは19歳、一方のボギンスカヤは16歳、その間に割って入ろうというこの16歳のソビエト、ナタリア・ラシェノワ。ラシェノワは3種目目跳馬です。そして日本の篠田さん、ボギンスカヤと同じ組でこれから3種目目は、中国の陳水艇、跳馬の1本目です。今日は平均台 9.90、 ゆか 9.937、 3種目目です。2種目終わって 19.837 は第8位です。ロンダードから1回ひねり、はい、これも、まあ、後方伸身の1回ひねりですけれども、やはりこの選手は、まあ、少し強いということで跳馬は得意種目になりますので、さすがにひねり切った後に体を伸ばして着地をするというところ素晴らしいですね。高さはどうですか。高さは十分ですよ。ひねった後に体がもう一度伸びるというところがこの選手のいいところですね。この4の9の1というのは、はい、自分がこれから飛ぶ技を審判に連絡しているわけですね、はい、まあ、それをしなければ 0.3 という減点があるんですよ。これはシリバシはまだ演技には入っていませんね。練習ですね。